東京臨海福都心大見、富士テレビ湾岸ンンスタジオ富士テレビ湾岸ンンスタジオとは東京都江東区大見とテレコムセンターの間にある富士テレビジョンが所有するテレビ放送テレビ番組収録兼用のスタジオである同局の開局50周年記念事業の一環として建設され名称は一般公募約1万4300件の中から選ばれた通称湾岸スタジオ 第50回 BCS 小賞,賞、富士テレビジョン本社から徒歩で約10分の敷地にデジタルコンテンツファクトリーを建物コンセプトに据え整備されたスタジオである。2007年9月にオープンした。従来東京都内に分散していた同社系列の番組収録スタジオ等を統合、集約し、作業効率、費用効率の向上、企画から収録、編集、 放送までの一貫したコンテンツ制作体制の構築を目的として建設された。当初はフジテレビジョンの親会社だった日本放送と共同で建設し、ラジオスタジオも設ける予定であった。しかしライブドアによる日本放送の敵対的買収事件を契機とした資本関係の見直しでフジテレビジョンは日本放送を完全子会社にした。これに伴い、 友達及びラジオスタジオ設置計画も解消され、富士テレビジョン単独での建設に移行された。設計、施工は、本社ビルの施工を担当した鹿島建設が匿名で受注した。他に設計協力者として、サウンズ建築設計事務所、ランドスケープデザインが名を連ねた。総工費は、約580億円。地下1階、地上7階建ての建物には、 第中八つのスタジオが廃され、スタジオ内部は、もちろんのこと、控室やリハーサル室、オフィス、屋上や外構に至るまで撮影に使えるよークを施した、出演者用控室アロ、フジテレビ地上波の番組収録以外にも、主に本社である、FCG ビル内の中規模な V7 スタジオから、放送している BS フジの放送スタジオとしての、使用や、 同じく主に本社内の小規模な VG スタジオから放送している富士テレビ1、富士テレビ2の代替施設として現在一部の番組収録に使用されている。名称は富士テレビが台場のみならず東京ディズニーリゾート横浜港未来21と並ぶ東京湾岸エリアの全国区の知名度を誇っているシンボル的存在となっていることを踏まえ東京湾岸エリアを横断する。 首都高速湾岸線から取られた。台和本社と異なり、建物内は一般人の立ち入りが完全に規制されている。開業当初は展示ギャラリーショップ等があった1階と屋上庭園が一般にも公開されていた。2011年より東京アイドルフェスティバルの会場として、期間中はバラエティ収録用のスタジオや屋上などにステージが設けられる。一般見学休止中のため、 関係者以外が湾岸ンンスタジオ屋上に立ち入ることができる数少ない機械となっている。その際には隣にある公園も会場となる。建物は外周を高さ約30メートル、長さ約600メートルに及ぶプリーツ状のガラスカーテンウォールで包み込んだ。これは海風から建物を守る防風スクリーンとして機能する。西側に面した居室にはダブルスキンを採用して、 自然換気を可能にした。当面の4層吹き抜けのレストランでは直径10メートル、高さ20メートルのエアチューブとルーバーの組み合わせで自然換気する仕組みも導入した。建物の中心部に巨大スタジオを他の字型に置き、その外側を取り囲むように美術倉庫を配置。2層に積み重ねた軽発出のスタジオは、下層のスタジオは、バラエティ系、上層は、 ドラマ系が使用するとした。使用するスタジオを番組の用途別に分け、大道具の入れ替えが比較的激しいバラエティ、音楽番組と逆に大道具を立てたままにしておくことの多いドラマの収録エリアを分離することで効率の良いスタジオ運用を可能としている。5つの編集室があり、そのうち2室はノンリニアマルチカメラ編集室でスタジオ収録からリアルタイムで 最大16面までのデジタイズ処理が可能になっている。また、アマジェカラボの品川プロダクションセンターとの約 3.0km 間を専用回線で結んでおり、遅延なしのリアルタイムでのポストプロダクション作業をフジテレビ湾岸ンンスタジオと品川で並行して行うことが可能になっている。FCG ビルとの間に大容量の双方、航行ケーブルが付設、運用されており、 この施設内のスタジオからも生放送が可能である。全スタジオともデジタルハイビジョン対応、高さ約4メートルの風力発電機発揮を設置。最上部に太陽光発電システムを取り付け、夜間照明の役割も果たす。また、高等区の緑化基準を満たすため、屋上など敷地内に1万本以上の食事を施し、 従来のスタジオよりもエネルギー消費量を約2割削減して省エネルギー化を図った。これによってキャスビーの S ランク評価の認定を受けた。オープン当初は一般見学が可能であったが2008年4月1日から休止しており、現在は以前に一般見学用施設だった場所を改装し、学校向けの職業体験型学習プログラム、富士テレビのお仕事。 目覚ましテレビを作ろう。用の模擬スタジオサブ等の施設が設置されている。なお、同プログラムに参加する生徒、学生及び職員は、プログラム参加当日の湾岸ンンスタジオの見学及び、湾岸ンンスタジオ内関係者用食堂の利用が可能となっている。以下は2008年3月31日までの内容である。フジテレビ番組一覧も参照レギュラー番組、編集月給。 編集木曜劇場、編集スペシャル番組、編集レギュラー番組、編集スペシャル番組、編集バラエティ、編集スペシャル番組、編集ドラマ、編集月給、編集飛給、編集水10、編集土曜ドラマ、編集ドドラ、編集2014年9月まで、編集2015年4月から、編集ドラマチックサンデー、編集日給、編集技術照明美術、 コスプロ、ありがとうございます。